はい、皆さんこんにちは、れいなです。今日は非常に楽しみにしてた企画になります。今日はドイツの朝ごはんを作りたいと思います。私には半年ぶりのドイツの朝ごはんだと思います。基本的には私は朝ごはん食べないから、ドイツの朝ごはんを食べる機会がなくて、最後に多分ドイツに行った時に食べたかな。れいなが作るドイツの朝ごはんを今日は食べていきたいと思います。タカが楽しみにしてる？で、ちなみにドイツパン屋に行って、今朝行ってきましたね。はい、いろいろ買ったんだけど、ここのバッグにこう買いすぎた気持ちもあるんですけど、これまだまだ何個買ったのかな今3つ4つ終わり。あ、終わった。はい、こんだけざっとドイツのパンを買ってきました。はい、調理というか、こういうパンを切るとか、これも切るとか今から準備します。ちなみに日本のパンと何をフライングするなよちなみに日本のパンとドイツのパンってどういう違いがあるんですか、社長さん。多分一番大きな違いが、こういうパンがドイツでなんか基本的には売ってる、こう1個のでかいローブ。ちなみに硬いよ。硬くない、硬言うと思った端っこ硬いどういうこと日本でもこういう塊のパンは売ってるところもあるけどね。食パンとかそうだよね。食パン硬くなくない？あ、違う違う、塊って意味で言うとああ食パンが硬かったらやばいやろそれあら、ドイツのパン屋さんはこういうバケットのでかいやつがよく売ってるってこと？あ、いい匂いする。そうそうそう、ここで外がカリカリ、中がふわふわ。聞こえます音？ Yes、 これでいい。お、まずはカットしていく感じ？ Yes、 でこんな感じだよ。その外がカリカリ、中がふわふわ、これがドイツパンの特徴だし、このでかいパンがいろんな種類が売ってるよ、うん、日本はこういうでかいのが食パン、うん、以上。そうやね。ドイツはパン屋さんに行ったら少なくとも10種類20種類ぐらいのこういったでかいパンがあって、いろんな小麦粉だけじゃなくてライ麦粉とか、あとは他の種とか、いろいろが入ってる、混ざってる、全部が味が全然違います。今日も何種類か買ったもんね。このでかいやつとここもで、お、危ない危ないですよ社長さんこう指でやってる時に包丁でやったら危ないですよ大丈夫、指いらないでしょ。何パンっていうのこれ、名前？カイザー。このマークが特徴なの？ああ、そう、マークが特徴で、カイザーパン。基本的にはドイツではこれ半分に切っていろいろ挟んで、こうサンドイッチとか。あ、じゃあやっていきますか今日も。それは今日はやります。ムイネナブロート。これも硬そうだね。これはさらに硬いと思います。ちょ、フライングすんなって酸っぱい、酸っぱくはないけど酸っぱいの、レモンみたいな感じ、酸味がある感じ。酸味がある。で、今日はパン屋にこだわったのがこの理由です。プレッツェルは食べたかったです。こう半分スパッと切って、その間にバター挟んで、たまにはこう緑のちょっとめちゃめちゃベビーネギ、芽ネギみたいなやつ。芽ネギ、小さく切って、こうその上にバターの上に乗って食べる。で、今日はちょっと野菜を育ってきたので、その野菜をここに挟みたいと思います。これもうめちゃめちゃ育ってきたけど、すごいねこれ。ちなみに iDo 水耕栽培キットって言って、はい、野菜が育てられるキットになってます。じゃあ今日の朝ごはんに使う分をちょっと収穫しましょうね。まずはこれがバジルだよね。バジル香りいいもんね。バジルと、バジル、ちょっと待ってね。ちょっとバジルの葉っぱを取って、大きい葉っぱから取った方がいいよね。で、次はレタス。これはサニーレタスかな。サニーレタス。これすごくない？めっちゃ葉っぱが大暴走してる。そう、でっかくなったよ本当に。で、最後にクレソン。クレソンはこれだよ。一番奥にクレソン植えました。レタスに負けた。レタスに陣地を占領されてるけど、クレソンも今日は使っていく感じ。ちなみにこれなんかセットアップとか種まきもめちゃめちゃ簡単だったよね。そう、超簡単。私たちも経験ない人でも誰でもできる。そう、なんか10分ぐらいで終わったもんね。はい、室内でこうやって置いて育つから、うん、その天候に左右されないってのもいいよね。雨とか風が強い日でも安心して育っていくっていう。そう、一年中そうずーっと育つで、これが水耕栽培だから、そう、これ今下水が入ってるんだよね、はい、お水の中にカビとかウイルスとか虫とか発生しないから、めちゃめちゃ安心で、そう、土使ってない、家の中で育てられる。種から育つのを見るのがとても楽しくて、なんかまるで農家のような気持ちになったよ。1週間でもみるみるうちにでかくなっていくもんね。そうだよ。いや、もう1週間じゃないよ、毎日毎日か、毎日朝起きて見るのが楽しみだもんね。そうだよ、どんだけ大きくなったか。そうだよ、私たちの葉っぱたちは今から食べるのがな、ちょっとかわいそうね。自分が育ったやつからだからね。しかも水やりとかもさ、このタンクにさ、はい、ここで入れていくじゃない、こっから。まあ、水がなくなったら定期的に追加するみたいな感じで、うん、それを使うことによって私でもできて、すごい簡単だったよね。そう、レナでも育てられるっていうのがポイントだからね。そう。あれ、社長さん何してます？クレソンを引っ張ってます？その奥から。そうだよ。それはレタスがでかすぎて、ここの後ろからやるしかない。後ろからクレソンを引っ張ってますね。ちなみにこれ外で育ててないからさ、虫が来ないじゃん。はい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 、だからさ、農薬とかも全く使わなくてもさ、だから本当は洗わなくてもいいでしょ。あ、かもしれない。一応洗いましょうか。大丈夫。ドイツではこういった、ゆで卵を朝ごはんで食べる、半熟卵までゆでて食べる習慣がある。はい、あれ、まだ他にも、あ、ハムとかチーズ、野菜とか、私は意外と4種類のチーズを買いました。めっちゃ買ってくるやん。チーズが大好きだから、でハムが1種類の松阪牛の生ハム。いや、松阪牛じゃない、宮崎和牛。あれ、ここにもある、モッツァレラチーズもある。じゃあ5種類。はい。チーズばっか買うやん。ハムもうちょっと買った方が良かったんじゃない？これだけ？いや、それだけ。大丈夫？たらー、できました。まあもちろんパンの種類もめっちゃあるけど、パンにのせるものもめちゃめちゃ準備ができました。すごない？このボリューム。これはザ・ドイツの朝ごはんです。ドイツの朝ごはんといったらビール。ドイツから本当に届いたビール、エアディンガーっていうね、うん、私の町の近くにある、ミュンヘンの近く。ちなみにこれはアルコールフリー。うん、そう。ということで食べていきますか。はい。いただきます。いただきます。うわ、楽しみ。俺はちょっとレナが何を食べるか見てから、俺よく分かってないんで。はい。私はだいたい卵で始まる。じゃあ俺も卵を食べればいい。卵とパンにバターを。卵にバター塗るの？卵にバターを塗らないよ。でも卵にバター塗るでも。パンにバターを塗るって。パンか。わかんない。言ったかもしれないけど。パンにバターを。はい。ドイツ人はちなみに卵をこんな感じで食べる。たらーん。こうスパッといくね。スパッといく。ね、ゴクゴクと飲むの。の、胡椒と塩と。なんか失敗した。ぐしゃっとなった。うわ。大丈夫これ。まあ大丈夫じゃない。まあ大丈夫か。はい。何？殻入ってきた。でこんな感じで。うわ、なんかプリンみたい。プリンじゃないよ。めっちゃうまそう。こんな感じで。美味しい？あ、何、卵とパンを一緒に食べるの、そういう風に。うん、あ、そういうスタイル。目をつぶったらドイツだよ。目を開けたらパン。ちょうだいパン。なんで私のパン食べるの？ちょっと酸っぱいよね、うん、このパン。うん、本当にちょっと酸っぱい。全然硬くないでしょ。次のくるみパン。タカはちなみにまだパン食べてないの？さっき一口でもらった。作り方いまいち分かってないからさ、ドイツパンの。別に作り方がないよ。乗せるか一緒に食べるか、いろんな食べ方があるよ。こういう感じだよ。こうチーズがあるでしょ、パンがあるでしょ、うん、チーズを食べてパンを食べる。めっちゃシンプルやん。トマトも食べる。ハム超うまそうじゃない？宮崎和牛のハム高そうだね。これ高かったよ。そうなの？ね、これとどうする？ピクルス？危ないよ、ピクルスバシャってなったらやばいからね。開けて。へぼ。さっきの宮崎和牛のハムとピクルスとパン。うまい。うん。ちょうだい。いまだにタカがパン一個も作ってない。うん、一口しか食べてないよ。うまっ。ビールいただきます。はい。黄金に輝くビール。本当に綺麗だね。それが問題。やばい。こういう役割でしょこれ。これちなみにドイツで多いよねこの形。でも本当はこれ何なの？白ビール。日本人多分あんま分かってないと思うよ。蜂から守るとか？庭とかの外で飲むもんね。あれ虫が来た時にこうパカッと入れて。なるほどね。頭いいね。だから遊んでるだけでしょ。乾杯する？一旦。乾杯するものなの？白ビールです。ドイツの乾杯で一番大事なのがプロースト。違う。何？目を見ること。相手の目。それそれ。そう。はい、皆さんも乾杯。乾杯。はい。後味甘っ。ミュンヘンの朝ごはんと言ったらビールだもんね。ミュンヘンの朝ごはんだったらまあそうだよね。皆さん知ってます？ドイツのアルコールフリーはここに書いてあるけど 0.5%、 違う 0.5 リッターだった酔っ払ってるかもしれない。あれでも俺ね、ドイツでお父さんにアルコールフリーだよって渡されて飲んだビール入ってたよ、書いてあるよ。0.5より少なく入ってますよっていうことが書いてあるよ。さっき俺 0.5 って言ったけど、はい、やっぱり入ってるよね、はい、0.5% ぐらいだから。ドイツ行ったら気をつけてはいいよ。アルコールフリーだと思ってガブガブ飲んでたらちょっと入ってるから、そうだね、酔っ払ってくる可能性あるよね。可能性ある。お酒弱い人だったら、お酒弱い人はね。でも運転しても OK。 あ、ドイツはね、別に普通のビールでも運転 OK だからドイツすごいよ。だからみんな飲酒運転しても OK ってことだね。そう、一応ね、OK。お酒でいうとさ、ドイツってさ年齢すごいんだよ、飲み始める年齢。16歳です。ビールとワインは16歳から。すごくない？日本20歳だよ。ウイスキーとかウォッカとかは18歳。あ、そこはあるんだね。そこはある段階が。プレッツェルです。お、半分に割ってね。さっき切ってたもんね。はい。でこれには何塗るの？バター。バターどこ行った？これ、うわ、柔らかくなった。バター塗って、クレソンだけでいいの？バジルとかはいらんの？クレソンだけ。うわ、うまそう。うわ、ドイツにあるわ、こういうの。できたね。クレソンが今、一人グッバしてた。うん、美味しいけど、もうちょっとクレソン多くてもいい。うまっ。パンうまっ。あ、クレソンもうまい。シャキシャキしてる。取り立てだからか。うん。ちょっとスパイシーでしょ？もっと欲しい。そう思うとさ、こう家で家庭栽培、家庭菜園とかやってる人さ、これがいいね。取れたてじゃん。スーパーで買ってくるとさ、前日とかに取ったやつを食べてるじゃん。要はこのシャキシャキ感は当たり前だよね。うん、うまい。フレッシュさがある。何食べようね。あ、これはいいんじゃない？これどう？オッケー。このパリ、マジカリカリだねこれ外。これに、はい、サニーレタス。レナが作ってもらって、俺が食べようかな。はい、サニーレタス。サニーレタス使っちゃう？あ、1枚でいいの？ 2 枚ぐらい取ったからじゃない？だってさ、まださ、後ろにさ、だいぶある。まだいっぱいあるからね。なにこれ、めっちゃおしゃれやん。あ、なにそれ、バルサミコ？ Yes。うわ、絶対うまいやん。これ、なんかお店で出せそうなクオリティなんだけど。さすがレナ社長じゃん。でしょ？あ、で、サンドイッチしちゃうの？そう。組み合わせは抜群。これも食べたい。はい。本当だ。食べ応えあるわ。なんかこれがさ、ふにゃふにゃのパンだったらちょっと違うもんね、またね。ちょっと違う。今一通り私たちは収穫した野菜全部食べたよ。バジルとサニーレタスとクレソン。全部美味しい。取れたてがいいかもね。しかも育てるさ、キット自体もさ、超おしゃれじゃん。色がシンプルで黒と白があるんだけど。インテリアにも合わせやすいし、そうで育ってきてから緑があるから、リラックス効果とかもあるでしょ。それをこうじーっと見て、こう、あ、大きくなってるなーみたいな気持ちをさ、夜にライトがつくでしょ、めっちゃ綺麗ね。おしゃれな、なんかそのインテリアのライト、そうちょっと写真か映像今入れてきますねみたいな感じ。まあ夜でもちゃんと育つように機械がね、考えて光を出してんだよね。だから成長が早いっていうのもあるけど、でそういう効果もあって、なんかもう野菜食べれるだけじゃないっていうインテリアにもいいし目の保養にもいいしリラックスもできるしっていう、皆さんバジル食べます？なんか日本人の人ってバジルあんま食べないイメージあるけどね。売ってもないからこんな感じで育てたら食べれるという感じでしょ。そうだよね、なかなかスーパーに売ってないもんね。いいこと思いついた。何？次に何を育てたいか。あ、ちなみに育てられるやつ、うん、いろいろ育てられる。これちょっと見るね。サラダ菜、サニーレタス、育ててるの俺らで、バジル、クレソン、トマト、ケール、唐辛子、エンダイブ、ペパーミント。ペパーミントを育てたい。私ペパーミントティーとかが好きだから、フレッシュのペパーミントでペパーミントティーを。ああ、俺が嫌いなやつね。私はデザートいっちゃおう。そう、俺が欲しいでだった。じゃあ次は？まださ、見てこれいっぱい残ってるよ。これ全部。もうでもほとんど食べたのか。で、種類ははい。これ何？クロワッサンと。ヌテラ出た。最なんかレナのシャツとヌテラがなんか似てる。今なんかカモフラージュになってる。うわ、めっちゃたっぷりいくやん。デブやん。めっちゃサクサク言うね。めっちゃ美味しいこのクロワッサン。デザートパンのおされ早くの。これクロワッサンみたいな感じでアーモンドが塗ってる。うまみちゃん、うまみちゃん。お腹いっぱいになりましたよ。やばいよ。大丈夫？いや、大丈夫じゃない。もう同じソファーで。ごちそうさまでした。いや、そんなことないはずだよ。マジでお腹パンパンだもん。パンが食べ応えあるんだよ、全部。しかもちゃんと噛まなきゃいけないからさ。これで結構午後まで夜までお腹いっぱいだと思うよ。うん、その通り。まあドイツの朝ごはんと言いつつ今もう2時だからね。2時半、2時超えてますからね。あ、ブランチともう言えないぐらいもうランチだよ。だから今日の動画を見て皆さんも多分家でできると思うんだよね、これドイツの朝ごはんと言いつつ。だって野菜買ってハム買ってチーズ何種類か買って、まあ野菜育てて、そう野菜育ててでまあキュウリとかさ、トマトは買ってこれるし、ジャムも買ってこれるでしょ。あと何がいる？バターでしょ、卵あるでしょ、ドイツビール。あ、ドイツビールはまあ別に日本のビールの朝日とかでもいいよ。キリンとか朝日でも大丈夫よ。売ったりするスーパーもある。あ、でもドイツパンがないか。まあでも調べたら名古屋には少なくとも何軒かあって、今日はベッカが宮川さんで買ったけど超美味しい。だから名古屋に住んでる人はそこで買ってもらえればいいし。って考えるとできるよね。できます。あれ皆さんやったことあります？僕らの動画見てくれてる皆さんだったら過去に1回ぐらいやってるかもしれない。ぜひコメントで教えてください。ということで、野菜美味しいよね。野菜うまい。美味しい。やだよ。これ？マジでうまいもん。はい、ということでこの朝ごはんは美味しかったです。うまかった。私たちが育てた野菜もめちゃめちゃ美味しい。これ興味ある人はぜひ僕らの概要欄にリンク貼ってるんで、I do 水耕栽培キット。そう。はい。どうぞ締めてください。はいはい、そうだね。はい、この動画が楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。